よし、じゃあ次誰の、誰のだ。もう僕分かるな。辛いんだけど。今日の感じで食べ尽くされたアンパンマンみたいな。これはでもちゃんと考えて、これよく見て、あのこっちから見ても左から見ても右から見ても同じ顔に見えるにできてんの、これ。本当？そう。え？これな、こっちから見て、あの本当回転してもどこから見ても同じ顔に見える幸せのツボなの。待って、怖くなってきた。ツボってどこ？何がツボなの？え、ちょっと、これ自体がツボ。これ自体が、え、どういうこと？でも絵だよ、これ。何刺すんですか？何刺すんですか？花瓶じゃない、花瓶じゃない。これだけツボ。ツボって何か入れるものが。あ、そういうこと？病んでらっしゃるんですか？育ててもいいし、薬だ。育てられる、育てられる。ちょっとへこんでるから多分。これ本当に幸せのツボなんだって。本当に。なんか強制的に幸せにならされるツボじゃないの。ね。怖い怖い。飾られた。怖いよ。あ、ほらみんなハッピーじゃん。じゃあ次をで行ってみようか。次は誰のだろう。ほい。ほい。おお。なんだそれ。やばい。あれ、やばいがある。待って、お尻見えてるよ。これですね、あの、シオンさんがやっぱりね、あの、私と同じ平たい族だったんで、巨乳のアヒルを用意しました。谷間があるね。谷間なんだね。これあの、マリリン・モンローの、あの、お尻見せちゃダメじゃないの。センシティブだよ。センシティブだよ。ね、アップやだ、アップやだ。でもなんか、僕んところってさ、ホロライブさ、もう一人ダックいるよね。あれ？あ、いるね。いるね。じゃあそのダックも持ってきてみる？あーじゃあむしろ全裸になってる、もしかして。うん。ねねね、ピンキーちゃん。あ、違った、オロチマル？こっちの方が可愛いと思います。こっちの方が可愛い。こっちの方が可愛いと思います。最下位だと思います。ピンキーちゃん最下位だと思います。ちょっと、しおんちゃんね。しおんちゃん、起こしよう、起こしよう。おはよう。ぐっすりだった。え、あのさ、プレゼント置いてあるけど見た？見たよ。なんか一個めっちゃ変な怖いやつあったけど。え、ちなみにどれ？ちなみにどれ？これがこれこれこれ。どれかな？え、ちょっとなんか壁に飾ってある。いや、それさ、これだ。これなんだと思う？これ、これ。個性的だね。これ何これ？これね、しおんちゃん聞いて。幸せの壺なんだよ。嘘です。嘘だよ、多分信じない方がいいよ。しおんちゃん、幸せの壺なんだよ。幸せね。これ悪徳業者だから。松村やばいよ。でもこれさ、しおんちゃんさ、これさ、もらったんだからさ、あの、1年ぐらいは飾っとかなきゃいけないやつだよ。1年、今年、来年1年間不幸来るよ。しおんちゃん聞いて、幸せの壺なんだよ。え、じゃあこれ、コロネもさ、部屋に飾るの？うん。だって、だって世界に1個しかないんだよ。それをあげるんだ。ありがたく思えよ。で、またツボ持ってくるからね、しおんちゃん。ミスの前で取り付けないでください。大丈夫。はい、こんばんは、皆さん。どうも、紫しおんです。そして、配信を始めてですね、気づいたことがあるんですが、今日、皆さんとね、シオンの間に数秒のね、壁がありますね、これ。幸せの壺ですね、これが。あ、幸せの壺じゃねえわ、これ、なんか。こんな隣に壺置いといたからこうなったんだ。壺のせ